はい、はじめまして、じゅんじいと申します。今回、このね、アイワナゲットザチョコレートという、これはですね、りょうたさん、実況者のりょうたさんが、1作目にはアイワナビーザマイ鉄というのを作られたんですけども、その記念すべき第2作目の作品になります。まずは、りょうたさん制作、本当にお疲れ様でした。なんかね、ツイッターとかで見ておりましたけども、いろいろ試行錯誤されてるようだったので大変だったかと思いますけども、やっぱね難しいんですよね、こういろいろ作ったりするのって、その考えていく過程が面白かったりするんですけど、はい、でも、まずは完成本当におめでとうございます。これからね早速プレイしていきたいと思います。はい、で、リドミを読ませていただくと、まず通常ステージ、構成としてね言えてないという、通常ステージ4つ、そしてラストエリアがあってボスという順番なので、エリアは5つってことですかね。でラスボスがいるっていう構成かと、思います。あとは、東宝プロジェクトのネタが登場するってことですかね。で難易度は、第3ステージまでは中、なかなか難しいんじゃないかと。で第4ステージは上の中なので、結構難しいのかなと、思います。で、面白いのが、ボスはきっと強い作られた本人がこうきっとっていうことは、どういう意味なのか、ちょっと実際ね戦う局面になって気づくのではないかと思うんですけどもね。で今作もね、前作にない罠やギミックが多くあるようなので、バシバシ避けようと思ってもかかっちゃうと思うんですけども、かかっていきたいと思います。また隠しアイテム、隠しエリアはないということで、ステージクリアごとに自然とアイテムが取れるということですので、特にこうなんかね怪しいところを探す必要はなさそうかなと思います。では早速楽しんでプレイしていきたいと思います。はい、じゃあまずは、プレスシフトキー、ほい。お、すごいチョコレート、これ多分タイルご自身で作られた、チラ見せしてましたからね、すごいですね。お、よし、じゃあまずはと言いますか、まずはっておかしいけどデータ1いきましょうか。ちょっと待ってね、音量を上げつつ、よし行くぞ。はい、でそうだ、ちなみにですけども、このアイワナ本日2月の10 2017年2月17日ですよね。ちょっと待って、確かそうですよね。そうの、ほんとついさっきというのは20時、夜のね8時半ぐらい、20時半ぐらいに公開確かされたかなと。ほんとすぐにダウンロードして今こう収録してるといった状態になってます。で今回なんですけども、結構ミディアムでも難しいらしいので、あとね初回でプレイされる方が、この動画をきっかけに、初回でとか始められる方もいると思うんで、セーブの感覚をこう見て分かるようにねミディアムでやっていきたいっていうのが一つと、あとは、あまり鬼畜なのはファミリア3で十分だという、自分のね自分に向けての、メッセージとして、ミディアムでやっていきたいと思います。では行きましょう。よし、じゃあ早速ミディアム入っていきましょうか。おお、いかん、これはインポッシブルだなんてちょっと小ネタを挟みつつ、では、本当にミディアムいきたいと思います。GO。 お、すごいっすね。 BGM も綺麗、基本はチョコレートタイル、この BGM かっこいいな。多分東宝かな。私ちょっとねまだ耳にしてない BGM ですけども、おそらくは。じゃホワイトチョコとかありますね。よし、じゃあまずはこの普通のっつっちゃいけないけどチョコレートから入っていきましょう。ほい。おお、すごい。これやっぱりかかった一発目。ゲームオーバーの背景もちょっと色変えてますね。面白いね。よし、じゃあガシガシいきましょう。で今回はうわー、おしゃべる暇もないか、凝ってますね本当に。危ない、そこか。でこの辺もちょっと怪しいんだが、大丈夫かな。多分ここはなんかありそうだ。うわー、全部来た。特にはちょっとトリガーは緩めになってますね今回ね。これやっぱり東宝の BGM です。なんか聞いたことあるぞ。あれ、トリガー、わかった、了解。凝ってますね。これ多分トリガーがこの辺にあると思うんですよ。だから避けて、あれ違うか。いやでもそうでもしないと避けらんないですもんね。多分あの辺にあると思うんですよ。で特にもちろんねアイワナの初見で、ノーデスなんて宣言するのはもう愚の骨頂ですから、しないですしないです。でも、なるべくデス数を抑えていきたいと思います。でこれ多分真ん中にあると思うんですよ。多分こことここかな。あ、違う、もう一歩先かな。まずここにあるのかな。いや、次のここにあるのか1個で、あとはどうなってんだ。だから多分ね、あ、こう、オッケーオッケーオッケー、分かった。ちょ待って、ミスりたくない。よし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 。あ、セーブブロックありますね。ナイス亮太さん。よし、そしたら次はこっち。ちょここで当たんの。待って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 、ないよねこれ。これ普通、なんか偽セーブか。そうだよね、こんなに早いわけがないよね。っていうことは、ハードだともう、あ、やばい。ハードだとあれか、こっから先がもうセーブがないって扱いなのかな。ツタか、ツタが出てきま、あ、見えないハリちゃんがいんのかな。今度こそミス。だから端っこに来てこう、そしてこの辺でこう、もうちょい上。このチョコレート美味しそうだな。なんかね、食べながら行きたいとこですよね。こっち行ってみよっか。登れるところまで登ってみよっか。あ、行けそうですね。よし、まあ、本来はセーブがないんです。本来というか、ハードでやるとセーブがないんですね。結構厳しいですかね、そうするとね。これなんかすごく怪しいな。だっていやー、なんかとりあえず降ります。潰された。セーブ、あ、ブロック、とりあえずじゃあ降りてみますか。なんもないの。なるほど。まあいろいろね、探索をしていこうかなと思うんですね、今回。探索といってもアイテムはないと思うんですけど、こう一個一個ギミックをもうね、噛みしめるかのごとく、こういう風にね。あれだったら、あ、ちょっと待ってください。このリフトって何のためにあるんだろう。こうやっていけるん、あ、やってくれるぜ。そういうことか。じゃあやっぱこの辺にやっぱトリガーが潜んでるってことかな。そうですね。よし、次セーブ。これは、私の作ったキルタ順次の鬼畜洞窟にもある。そうでもなく、は飛んでくれんのか。じゃあやりやすい。だがうわー、普通に当たるとおかしいけど、当たっちゃった。どこだっけ。あ、そっか、なんか見えないとこから飛んできますね。これ多分フェイント狩りしてくると思うんで、予想なので一気にいっちゃう。したら、結構なスピードだから一回戻った方がいいのかな。こうか、そしていっ感じで、あ、まあこれも本来はセーブがないってことですね。ここちょいむずい。飛んでくれんのか。ならばトリガーがちょっとでも怖いとこにありますね。なかなかやらしい感じ。やらしい。いや、亮太さんがやらしいわけないな。ちょっと勘違いしてましたね、私が。やらしくはないかよ。次はあれ、今飛んだっけ。忘れちゃったな。飛んでなかったっけ。いっか、これ来る。あ、来ない。いっかな。はい、こっか。よし、こっちを、あー、いけないか。ほ、針の代わりだけだったらいいんだけど、よし、オッケー。次はどこまで行こう。真ん中。あ、ここで行こう。よし、これが本来はセーブがないわけですからね。ミディアムじゃなくてハードだとね。よし、あ、やば、うわー、ボンミスですね。よし、集中。こういうところこそ集中。すごい針の使い方をするぜ。よし、次は、あ、これはなんかラブトラで似たようなの。よし、次、あっぶねえ、気づいた時に、あ、それ来るか。それはちょっと予想外。ここね。でこいつが来る。この針行きそうだけど大丈夫か。よし、でってことはあそこからセーブが、あ、なるほど。まあいい感覚ですね、ハードでもね。まあ、ちょっとね、時間はのんびりやってるんですけど、ここまでのデス数39のデスと、7分、あ、7分って、経過時間今7分ですね。では続きいきましょう。 BGM かっこいいな。これ誰の BGM なんだろう。よっ、ほいほいほい。あれ、ちょっと高かったな。もう一回、あれよっ、2段ジャンプした方がいいかな。よし、 OK。オッケー、いいぞ。うわっと罠かこれ。多分やっぱガードあるか。入念になってますね、ここはね。楽させないぜっていうね。よし、もう一回来る。あ、来ない。これは待ってよ、チョコレートバージャンプか。いけ、よし、オッケー。ハリカンジャンプを繰り返せばいいのかな。よっ、で、アイテム、あれはなんだっけな、マリサじゃなくてレイムか。東宝のレイム。やばい、低いよ、低かったな今。もうちょい、この辺。よし、オッケー、帰ってきた。すごい、1個出てる。いいですね、いいですね。よし、じゃあ次行きますね。ちょっと待ってください。ちょい休憩します。よし、お待たせしました。じゃあ次はステージ2行きましょう。ホワイトチョコレートエリアかな。はい。これはまあ罠にかかっ、これ落とし穴ない。まずは普通にちょっと待って、どっかにじゃあなんかあるってこと？どういうことだ。見えない何かがあるのか、思いっきり飛び越すのか。そうだ、思いっきりか。よしよし、そんなてん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 。ちょっと待って、この曲、これ誰だ、聞いたことあるぞ。これ誰だっけ。なんかね、いい曲という覚え方はしてるんですけど、やっぱり東宝攻めしてますね。おっと、今回の亮太さん結構東宝攻め。なるほど、キッド君は東宝のキャラクターからチョコレートをゲットするっていう目的。これどうすんの、飛ぶか。飛ぶか。で、うっそ悲しい情けない声出たな今。くそ、やってくれるな。うわー、しまった、忘れた。よし、孔明あるから横からぶつけていくスタイル、セーブ。これがまあ本来はないですからね、セーブね。うわお、また鳥が式。どの辺にあるかな。ここ行く。多分そうね。で、羅生門抜け、これは埋鉄にもありましたね。ここから次は2段ジャンプ。そしてここ、看板ちゃん注意。まずセーブ。当たり判定あるか。この偽看板打ちまくって、はって抜けてまた戻ってくのね。羅生門か、もう一歩前だ。この辺だったかな。よし、で多分トリガーは残ってると。いっか。そしてこっち来てセーブ。うわおそう、残ってたのか。ちょっと待って、残ってますねトリガーね。よっ、ってことはこう来てこう来てこう来ます。そしてここは真下で降りる。注意。ここは注意。他は全部ダメね。よし、オッケー。そしたらこっからはどうすんだ。そうだね、こっからじゃあどうすんだっていう。まさか罪セーブってことはないと思うから。なるほど、わかりました。じゃあここ、あとはそっか。いや、なんかありそうだね。このまま誘導してって何かがありそう。大丈夫か。そっか、ここは良心的というか、さっきのがミディアムセーブだから。そう、天井ダメか。よし、やばい。ほい、ほい。うわ、すっごいな。出てくるのは小針ちゃんと。あれ、今のミスはダメですな。もうどっちにしろダメだったんだそういうことですね。ってことは一気にここまでで、あとはここに落下。よし、であとは水中か。ほい。ちょっと低くなるのかな。慎重に集中してね。で多分どっか抜ける。よし、 OK。 しまった、忘れてた。何してる。そいと。そしてそっか、ブロックあんのか。おい、次。重力反転来てる。戻れんのか。よし、やばい。またよし、いいですね。おおおおおお、勝手に戻んのここ。ん？どういうことだ。ああ、それが重力反転が隠れてるってことかな。多分そういうことでしょ。しょうね。うん、そうね。だから、ってことは触れるなってことか。あ、待って、じゃあ抜けりゃいいのか、こうやって。そっか。あ、やばい。あ、でも今のは多分これ復活すると思うんですよ。重力反転。だから触れてもすぐジャンプすれば、なんとかなるかも。なんとかなるかもだけど、まずそういうことに頼らずね。こういけるでしょ。あ、いけるね。よし。まあでも、うん、こうもいけるけど、やっぱり多分本当はこうさせたいっていうことでしょうね。よし。セーブ。こっちはなんもないね。うん、これはこれな、ん？うわ、待って、これ難しくないか。ん？あれ今なんで当たった？あ、なんかダメなのがあんのかな？そういうこと？いや、だとしたら結構、2個目はダメだから、だからまずここでここまで、次はこれむずいな。こうか。よし。あ、わかったわかった、まあ、こんな感じでしたね。違うこう、次はあー、上下でいくか。上だよ、上。よし、次は下、次は上。よし、次は下。うん、多分この辺ちょっと分かんないですけど、多分そういう順番。まあ最後はなんか怪しいけどね、なんか仕掛けられてそうな気がするけど。よし、最後上。いや、どっちで行く？上で行くか。よし、来た。オッケー、抜けた。多分そう、あ、そうだね、上下になってますね。うん、ここでね、反転していけんじゃないかってさっきからちょっと何回かやってるんですが、多分、ああ、そうだよね、いけないですね。うん、ということで先に行きましょう。ほい、結構今のところやられたな。ほい、でこれ飛んでこない？大丈夫？ああ、戻んのか。オッケー、いいでしょう。じゃあこれ多分着地。よし、ほい、あ、ほいほい、あ、ほいで抜けると。さあ戻りましょう。よっ、そい。うわ、マジか。ブロック来ちゃうということは、もう一回ハリちゃんを誘導させていかなきゃいけないのかな。やっぱそうか。ほっほっほっ、さあ行きたまえ。そして多分ね、ここね、思うに 1.5 倍速になってるで、ここがちょっと危ねえ。セーブ。よし、で、あ、やばい。こうか。これはカミリア2のラストエリアにありましたね、こんなのね。あれ、どこだ？待って、もうちょいやろう。おっと、変だ、当たんない。うわー、え、ちょっと待って、今の結構きついんじゃないこれ。どこだ？いや、ちょっと待った、これ抜けらんなくないか？なんか違うか？なんかさ、多分この、あ、やっぱりね、そうだよね、なんかあるよねこれ。あ、こいつはやっぱりというのはおかしいけど、3つ目4つ目か。じゃあ、でも4つ目ってさ、あれ、あ、こういうことか。そういうことなのね。これもおかしいよね。いや、こんな単純な話じゃない？こんな感じでいく？うわー、チョコレートバーか。どこだっけな。ここ、あー、最後の、あ、わかった、了解。さて、次のチョコレートは誰からもらうのかしら。こいつは、あ、これはさ、もしかして、ああ、当たり判定あんのか。あ、分かった、ここまではいいんだ。で、いや、違うか。あー、そういうことか。なんか抜けるかと思って叩いたら、オッケーオッケーオッケー、いいぞ。くそ、二度と同じ手は食わないぜ。ほい、もう一個くる。あー、これまたシビアなタイプか。ここがまたアイワナマイテツの最終エリア並みの鬼畜さ。よし、多分ね今のわお、ちょっと待って、どうすんだろう。ん、どれか当たんないブロックっていうか、いやそういうわけでもなさそうだよね。待ってね、まずどこまで行け、あ待った、あちょっと待って、天井で回避できるかも。これどっか多分違うか、でもそれ以外回避方法が見当たんないんですよね。この辺でちょっと高く飛べるところがあるか、それか鳥がちょっとまずどこで、ここかってことは、いやもうこれは絶対出るんだ、ここだよね。鳥が、うわ鳥がか、オッケーオッケーオッケーであればいいや。もうなんかどうなってんのかなと思ったんですが、なんとかいけそう。いやトラップか、これ違うか、おい、あよかった、また来たセーブ、しつこいなセーブちゃんよ。おいオッケーオッケーオッケー、もう来ない、よし、いやいや来る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 、うっそーん、セーブが襲ってくる恐怖。この反転した後の操作方法って結構難しいので慣れが必要。あー今のは行きたかったな。ほよしいける、オッケーオッケーオッケー、ちょっそんな簡単には行かせてくれないでしょう。そんなことは分かってんだ。よし OK で、ちょっとこの辺が抜ける、 OKOKOK よーし帰ってきた。 OK、 あれはというかあのキャラクターは誰ですかね。散るのかな。ちょっとねもう知ってる範囲でしかわからないというねこの好きと言いつつ乏しさ、知識の乏しさね。もうね結構ね好きなキャラしか私覚えなかったりするんですよね。はいということで今度はストロベリーチョコに行きたいと思います。では GO。 これ第3ステージかな。おなんかハートがまたかわいい。おちょっと待ってください、これはないよね、こっちにはもう届かないよね。あじゃあ下で合ってんのか。はいはいはい行きましょう。おちょっと待って、なんか無限ループかと思ったけど違うよね。で看板は読める、女の子からたくさんチョコがもらえる部屋だよ。もうトラップとしか言いようがないけど、まあ入ってみましょうか。ほい。あフランドール・スカーレット、フランちゃんじゃないですか。受け取ってくれるかしら。まあ確かに確かにチョコレートいっぱいもらえるけど、ちょっとスピードありすぎてキッドくんねキャッチできないというね、もう粉々になっちゃうという。これは回避できんのかな。まあでもリドミニボスはね最終ステージに1体のみのような書き方されてましたから、これはちょっとまあ入ってみよう。避けられそうな気もするけどね。多分ちょっと待って、この辺違う、ちょっと何回かやってみます。そして乱数ですね、こればらまきってことは定位置はダメか、ちょっと見なきゃ。あ、いけた、よけた、一回よけた。多分耐久で止まらない、キト君が死んでも止まらないってことは、あれおいいですねこの BGM、ちょっと聞いてようかな。ちょっと聞いてます。もしかして耐久だとすれば、まあさっき言ったね、やられても攻撃が止まってないんで、結末というか全てが見えると思うんですよね。まあ本当は見ちゃいけないんでしょうけど、ちょっと待ってみます。結構ねさっきから見てはいるんですけども、特に変わりないので本当にこのネタイベントだと思いますね。この可愛らしいフランちゃんがチョコレートバンバンばらまくという、まあ、鬼畜エリアトラップエリアということになりますね。でもフランちゃん可愛いですね。私もね東宝をいろいろ知るようになってから、フランちゃんにはねお姉ちゃんがいて、レミディア・スカーレットかな、っていうお姉ちゃんがいて、フランちゃんはね確か5つぐらい下の妹で、なんでフランちゃんから見て5つ上のお姉さんがレミディア・スカーレットで、彼女はまあちょっと内容私は特にこう調べたりはしないんですけど、見た感じ可愛らしいフランちゃんとは対してね、ちょっとこうね知的で冷徹な感じがするんですよね。まあ、そんなね、可愛らしい姉妹の、フランちゃんが放つ、チョコレートエリアでした。さて、じゃあ続きいきましょう。はい、じゃあ戻って右ね。まあ、たくさんチョコレートもらったからもうお腹いっぱいなんですが、さて、あそこにもなんかあるんですが、あれは待って、またもらえんの？チョコレートもらっちゃう？はい、あ、これがレミリア・スカーレットですね。あなたは今までもらったチョコの個数を覚えてるの？なんとも投げてきてるのはハートかな。これはチョコレートというか、もう愛を投げてきてる感じなんですかね。多分これもそうだよね、ネタというか、あ、多分そうですね、ネタイベントですね。でこの BGM はどうなんですかね、レミリア・スカーレットの BGM なのかな。いや、いいですね、東宝の世界観がね、もっと早く知ればよかったなと思ってるぐらい結構ハマってますね。まあ、ハマってるって言ってもやっぱりこう好きなキャラしかこうなかなかね、見なかったりするんですけどね。よし、じゃあ次行きましょう。というおい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 、うわかっこいい。消えなさい、消えなさい安心してください、速攻で消えましたので。このエリアはネタが多いってことかな。待った。まあでもなんか落ちてみたいな。これは落ちると、まあでもやっぱね、先に早く進むことが目的ではないので、ちょっと待って、おいお前、よし、こうネタを堪能していきたいなと。ここも降りよう。あ、一緒か。同じことを繰り返させない気はするんですよね。罠か。おっと、で次罠、次また、ちょっと待って、どっちだ、罠か落とし穴。降りよう。何回消えていることか。亮太さんの性格とは裏腹にちょっとやらしいな。確か落とし穴が1個あって、なんかあるかな。あるね、最後。ここは天井なしか。セーブきた、 OK。 よし、じゃあ一休みしつつ、では次行きましょう。看板があるね、なんだろう、読んでみよう。大きなチョコがもらえます、ぜひいただきたいので行きます。ほい、あれ、うわ、本当だ、偽りは一切ないという。本当に大きいチョコ来た、すごいな。よし、じゃあ大きいチョコはいいです。次、じゃあちっちゃめのチョコかな。大きなチョコが、大きなチェコ、これはちょっと待って、狙ってやってんのかな。これはチョコだよね、チェコ。まあ、とりあえずもらおう。さあ来い。国か、チェコね。なるほど、このエリアはネタエリアってことですね。ほんとね、もう全部堪能していきましょう。はい、これはいりません、これもいりません。さっき食べましたかね。これは、罠きつかったですよね。はい、ジャンプするとチコが慰めてくれますよ。チコ、まあとりあえず飛ぶか。おい、あのキャラなんだろう、チコって。ちょっとね、私わからないゲームではあるんですけども、多分何かのキャラクターだと思うんですね。可愛らしいキャラクターでしたね。まあ、慰めるっていうか、思いっきりなんか体当たりしてきたけどな。よし、じゃあ次ここ。はい、お、すごい。これはもうちょっとなんかいろいろ探索しましょう、せっかく。おっと、待って待って、ってことは本当はここに落ちると、そういうわけじゃないのか。なんか罠があるのかなと思ったんですけどね。おお、すごいすごいすごい。キット君がなんかチョコを食べてるイメージですね、なんかね。パク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 みたいなね。で取ってゴール、オッケー。3つ目のキャラクターは、あれは待ってよ、もうね、あの髪の色は、もうルーミアしか私は知らないので、もうルーミアちゃんだと思います。なんで、レイムちゃん、なんだっけ、チルノちゃん、ルーミアちゃんの順かなと、勝手に思ってます。まあ、レイムは自信あるんですけどね。あとルーミアか。